はいどうも、ひたまいです。今日も今日、はい、今回はね、最強キャラ、上級者向けの最強キャラを皆さんに紹介していきたいなと思います。やっぱね、前回、最強キャラランキング、結構前なんですけど、それとって、1位は黒ひげとか、そこら辺のドッフィーとか、シャンクスとか、そこら辺はね、使ったら誰でも、強いんですよね。でも、こっからは、マジで、今日の動画はね、本当に上手い人が使ったら、うわってなったキャラを、紹介していこうかなって思います。いや、マジでね、この、今から紹介するやつ、上手い人はマジで強い。本当に玄関業でも上手い人はこのキャラを使ったら、全然通用するみたいな。ちょっと一癖二癖、あるようなキャラを今回は紹介していきたいと思います。それじゃあ行きます。レッツラゴー。はい、ということでね、一キャラ目は青キジですね。青キジはね、上級者向けの中でもそこまで上級者向けじゃないっていうか、何より特性で、凍結状態、付与ダメージ受けた時あるんで、無駄回避しなければ、ワンパンスキルさえ気をつければ、皆さんにも使いこなせるかなって思います。しかしこのスキルが難しいところであって、こちらのアイスエイジは縦にも短い、横には広いんですよね。で、縦に短いしけど、よろけ無効がついてない、つまりスキルのタイミングが難しいわけですよ。ジャスカイできないとこれはまず当たらないかな。で、これあるんですけど、これは防御力バフがあるんで別に当たらなくてもいいかな、このスキル1は。僕結構青キジ使ってる、青キジでランカーになったことあるんですけど、そうなんですけど、だから青キジはね、このアイスエイジは別に当たらなくていい。こちらね、タイムカプセルがね、もうマジで当たらない。威力も高くてクルタイム短いから、そこら辺はしょうがないところではあるんだよね。凍結状態も付与させるし、そのまま次の連撃、つまりにアイスエイジにもつなげられるから、強いんだけども当たらない。だから通常攻撃一発二発打って回避読んでタイムカプセル打つしかないみたいな、そういうね場合が多いから、青キジの弱点、つまり回避、無駄回避をしないという弱点を、無駄回避しなければスキル当たらないというね、そういうね、弱点を知らなかったら、まず当たらないんですよね。まず当たらないんですけど、だけど当てる人は、上手い人は当てると。ということでね、青キジはね、上級者向け、なんじゃないかなって。黒ひげとかに比べてね、スキルのでは両方とも遅いし、シャンクスとかもワンパンスキルはないし、火力もそこまで高くないということでね、青キジ、まず青キジですね。だけど、現環境では結構刺さってるんじゃないかって。青キジって毎回環境変化するんだけど、毎回中堅にはいると思う。中の上らへん、中の上、上の下らへんには位置するランクだとは僕は青キジは思ってます。やっぱ通常攻撃が修正によってさらに前までも普通に強かったんだけど、急に修正入ってさらに強くなって、スキルも後隙がなくなったみたいな感じなので、青キジ強いんじゃないでしょうか。ということでね、次は一キャラ目は青キジということで、どんどんね紹介していきます。青キジのね動画は僕の動画遡ればいろいろあるんで、皆さん参考にしてみてください。じゃあ次行きます、レッツラゴ。はい、ということでね、次はマルコですね。マルコはね、間違いなく上級者向けかなって思います。まずスキルが、このねスキル2が、出は早いんですけど、当てるのがそこそこ難しいで、何より通常攻撃が短いんですよね。3発目までは早いからいいんだけど、今最近通常攻撃距離長くて出が早いキャラが出てきたから、マルコはねちょっときついんだけど、それをね補うかのごとく、このスキル2があるんですよね。このスキルにはね結構シャンクスとかにも刺さったりするんで、だけどね、カウンターとかをちゃんと読まないといけないから、そこら辺は難しいところではある。で、何が上級者向けかっていうと、やっぱりこのね、いきなりキングが取れねえんだよ、良いで、こうやって裏取りできるわけですよね。そのタイミング、簡単にすぐマルコで裏取り行っても良くないわけじゃないですか。だからそこら辺で裏取りして、そっからどうやって耐えられるか。そこら辺がね、上級者向けなんじゃないかな。裏取りしても耐えられないマルコとかは、もう本当に裏取りしても意味はないと思うんですよ。意味はあるよ、拡散する。相手を拡散するとか意味はあるんだけども、上級者はそこら辺でギリギリまで耐えて、で中央にこうやっていきなりキングが取れないだろうよで戻ってくるとか、そういうねうまい立ち回りが、本当にねマルコはね立ち回りが大事。マジで裏取り行くと見せかけて、このキングが取れないだろうよで一気に中央に戻ってくるとか、それで敵をね一人引きつけられるわけですよ。だからそこら辺でマジでマルコは本当に上級者向けだと思う。通常攻撃も難しいから、距離短いから当てんの本当に難しいんだよね。だからマルコは上級者向けということでね、今度ねマルコのね、最強の動画を撮ろうと思うんですけど、なんで最強かはその動画を見ていただいたら分かると思います。チャンネル登録して待っててくれ。ということでね、マルコがまず
まあまず上級者向けでしょうねって感じですね。はい、ということで次行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、続いてはソゲキングですね。いや、ソゲキングは間違いなく上級者向け。逆に言うと本当にソゲキング慣れてないとマジでみんなの足を引っ張るかっていうぐらい、まあカウンターを発動させてしまったり、まあね、遠距離だから自分は安全圏にいるからどんどんペチペチ通常攻撃をしちゃうわけですね。まあそこで見極めて相手のカウンターのタイミングを見極めて、まあこうやってスキルをメタリックスターだったりファイアバードスターを打ったりするんで、まあ間違いなく上級者向けですね。本当に難しい。で、近づいたらメタリックスターとか、まあワンパン性能もあって、まあでもこのメタリックスターはね、近づいてきたら当てるのちょっと難しいですから、まあだから相手のね、今ね別にカウンターがなければ結構誰にでも扱えるかもしれないけど、カウンターがあることによってマジで自分は安全圏にいるからといってどんどんまあ外から例えば遠距離ペチペチ打ったり、例えばお宝エリア内に例えばたまにいてほしい時もあるわけですよね。みんな守ってる旗守ってて旗取るときは、だからそこら辺で変に遠距離をいずに、そうやってね、状況を見極めてちゃんとお宝エリア内にいる、そういう場合もあるんです。つまりそういう時にまあ上級者がまあ PS ある人がまあ発揮できるんじゃないかって思いますね。まあ他にもね、このソゲキングはね、普通に戦えるゲッターだと思う。遠距離ゲッター最強だと僕は思ってるんで、まあ遠距離ゲッター、遠距離キャラ、通常遠距離キャラの中で僕は最強だと思ってるんで、まあ皆さんもね、まあコーラキャラなんで、まあ結構ね、コーラ必要なんでガチャとか回さないとゲットできないですけど、まあ皆さんもね、ぜひよかったらね、まあいつか使ってみてください。まあね、本当に難しいです、ソゲキングは。みんなとりあえずソゲキングでカウンター発動させてしまったら、ごめんって謝ろ。ごめんって謝ったらみんな許してくれるから。まあということで、まあソゲキングもね、ランクインするということで、じゃあ次行きましょう、レッツラゴー。はい、ということでね、次はね、もう最近の今来てるフェスゲンの、まあダグラス。バレットということで、マジでね、バレットはね、まあ普通に強いんですよ。通常攻撃も優秀だけど、このね、一撃の元に消してやるっていうのが、本当に当てんの難しかったり、まあタイミングを変えたり、まあそこら辺が僕は上級者向けなのかなって思いました。てか何よりね、俺がうまく使えなかった、今来てるクルーズバトラーじゃないですか。で、そこでバレット使ってみたんですけど、めちゃめちゃむずくねと思って、このスキルが本当に敵いない時に、まあ例えば自分で回復スキルとして当てるか、まあいろいろ考えないといけないですよね。例えば相手カウンタースキルとかあったら、もうマックスまで貯めたら簡単にカウンター合わせられますし、もう本当に当てんのが難しい。普通に離れられて避けられることとかもあったり、まあこちらのね、スキル1は普通に優秀でしたね。まあそこら辺通常攻撃も優秀なんで、まあ他のキャラに比べてはまあ全然使いこなせるとは思うんですけど、まあでもね、バレットちょっと俺からしたらちょっと難しかったかな。使うの。だけど、リーグとかで、相手とか結構戦うんすけど、そういうバレットめっちゃ強いんだよね。やっぱ上手い人はめっちゃ上手いんだなって思います。まあということでね、まあダウンしたら、まあよろけ無効とかついたり、まあそこら辺はね、まあ新しい、まあアタッカーとして、まあ優秀ですけど、まあシャンクスにはきついってよく言われますよね。まあだけどね、そこら辺でも踏まえても上級者向けっていうか、まあシャンクスと戦わないような立ち回り、シャンクスには勝てる、おー、すごい出てくる、すごい出てくる。おっと、ということでね、バレットも間違いなく僕は上級者向けだと思います。じゃあ次行きましょう。はい、ということでラストはね、まあルフィの兄サボということで、まあね、比較的簡単に扱えるはするけど、まあこの飛剣、このエースもらうぞお前の技っていうのが、まあね、強いんだけども、まあ単調だと相手に読まれやすくて、ジャスカイ決めやすくて、まあ距離詰められて、まあ焦ってしまって、まあワンパンスキル食らう、無駄回避して、まあワンパンスキル食らうみたいな、まあそこら辺がね、ちょっと難しいところかなと思います。だけどね、今この黒ひげ環境の中、赤サボは結構ね、状態異常無効だったり、まあそこら辺ね、強いんで、まあね、まあ比較的初心者でも扱える。まあ逆に言えば、この飛剣コンボはジャスカイできない人からしたらめちゃめちゃ簡単にみんな当たってくれるから、まあ楽ですね。まあだけど、まあ前にもソゲキングの時にも言った通り、まあカウンターには気をつけて、カウンターにもうこの技を、このメラメラ状態になるとみんな適当に飛剣って打ちまくるんだけど、カウンターの餌食になりやすいから、本当に周りの人には気をつけた方がいい。まあそういう時はだから、一番大事なのはごめんスタンプはマジで便利。みんなごめんはちゃんと入れようね、本当にということでね、まあまずね、火炎量も距離短くて当てづらい。まあでもスキルクールタイム25秒だから、普通にまあ当たんなくてもいいとは思うけどね。まあそこら辺でね、
まあメラメラ状態と組み合わせてうまい立ち回りをできるのが上級者であって、まあ僕はね全然使いこなせませんでした。やっぱシャンクスにはきついからワンパンスキル当たっちゃうしカウンター食らったら終わりだしみたいな。まあでもね特性とかいっぱいあって優秀なので、まあ皆さんぜひよかったら見つかってみてください。まあよろけ無効とかついてたりまあするんでね、まあ結構初心者にも扱えるかな。まあということでね、まあエースじゃないサボが入ってきましたと。はい、ということでラストは水着波ということでね、水着波は間違いなく上級者向け、えぐいぐらい上級者向け。このツッコミハイキックがめちゃめちゃ強いんだけど、めちゃめちゃ強いんだけど当てるのが難しい。まあだからね、水着波が変に近づいてきたらツッコミハイキックだけ気をつければ逆にラッキーみたいな。まあ無駄回避したら逆にツッコミハイキックされてお宝エリア取られますよ、お宝取られますよみたいな、脱出速度早いんでね、まあそこら辺は気をつけた方がいいと思います。まあ水着波はね、まあもうソゲ元気と一緒、もう本当にね援護するときはマジでカウンター気をつけろってわけですよ。まあでウォーターガンとかヨロケムこうついてないんで、うん、ツッコミハイキックはついてるんですけどね。まあでも当てるのが難しいと、距離が本当に範囲が短いんで、まあウォーターガンもね、あの回避を見しても当たらないときが多いんで、まあそこら辺はね使い道間違いなく上級者向けなんじゃないでしょうか。ということでね、まあこんがんです。はい、ということで今日の動画終わるんですけど、まあ今回紹介したのはね、まあ誰かで逆に言えば使いこなせば玄関行でも強い人は強いっていうキャラをまあ紹介しました。まあでもね、黒ひげとかにはかなわないけど、まあそれでも今たちのキャラ、今紹介したキャラは玄関行でも全然まだ使える方だとは思うんで、まあ皆さんもねぜひよかったら極めて、まあリーグバトル潜って、もうあの人のあれマジでえぐいって言われるようにしましょう。ということでね、今日の動画一本目の動画終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。